カサニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ、文系担当、吹野斗です。今回はね、志望校の選び方というお話で、志望校悩んでるわ、なかなか目標大学決められへんわ、という人向けのね、動画になっております。ちょ、これ、テイク4なんですよね。なかなかこのトピックすごく難しいなと思って、ちょっとね、お聞き苦しい点があるかもしれないんですけども、ぜひともね、ちょっと、集中して聞いてもらったら言ってることわかると思うんで、ぜひともね、お願いします。最後まで見てもらえるとね、嬉しく思います。で、まず最初、吹野斗の経験談からね、話をさせてください。吹野斗、今現在、広島大学卒業っていうキャリアになっているんですけども、その経緯はどういうものかっていうことをね、動画で話したことないです、今まで。話していこうかなというふうに思います。まずもともと吹野斗は前期試験はね違う大学を行っています。京阪神のうちはまあどこかの大学のそのどっかの学部を着ているんですけども、まあこれ言っちゃうと広島大学の学部がバレちゃって個人情報ちょっとバレちゃったら嫌だなっていうことで、京阪神どこの大学を着たのか、そしてどこの学部を着たのかっていうことはねちょっとシークレットにさせてください。なんですけども、もともと学びたい学問分野があって、かつ結構その大学吹野斗は行きたかったんですね。で、行きたかった、大学にまず行きたくて、かつ、あ、めっちゃ面白そうな学問分野あるやん。っていうことで、その第一志望の大学を目指してたんですね。で、それに近い学問分野が学べる、一個下の、ワンランク下の国公立が、広島大学やったんですよね。広島大学の、その、俺が行っていた学部なんですね。っていうことで、そういう意味で、広島大学のその学部になった。っていうのが、めっちゃ簡単な経緯になっています。もちろん私立も受けていまして、もちろんっていうか別に今、吹野斗的には私立も受けていまして、同志社、そして漢学、立命館と受けていて、同志社は一般で受けて普通に受かって、で、この立命館と漢学はね、センター利用で受かったっていう形になっております。で、正直、同志社、そして広大やったらめっちゃ悩むと思うんですよね、皆さん。吹野斗も結構悩みました。けど、吹野斗は高校が私立なんですよね。そういう意味で、やっぱりその学費っていう面で、ある程度親孝行ができるかなということで広島大学にしたっていうのもありますし、そのやりたい学問分野どうしたでも一応できたんですよね。研究はできたんですけども、よりやりたいのどっちかなって思ったら広島大学の方がより近いなというふうに思ったので広島大学にしたっていう経緯もあったりします。っていうのが吹野斗のまず経験談のお話ですね。で、ここから学びがあるとしたら何かっていうと、まあ、まず最初に決め方としては、やっぱりその偏差値から決めてるっていうのがオーソドックスかな。吹野斗の選び方もそうだったかなというふうに思います。で、大学って正直、まあ、無数にあるじゃないですか。吹野斗も結構大学かなり詳しい方だと思うんですけども、結構その、今はね、結構吹野斗、広島じゃなくて都会に今住んでるんですけども、その大学聞いたことないわっていう大学とか普通にあったりするぐらい、結構無数にあって、やっぱりそっから選ぶっていうのはなかなか難しいじゃないですか。なので、やっぱり偏差値帯で決めていくっていうのがある程度いいかなというふうに思ったりします。吹野斗もバーって見ていって、この横のラインでね、偏差値を、横のやつ、可愛いのなんか表とかあるじゃないですか。それで見てもらったら、あ、この偏差値あったらこのぐらい大学なんかなっていうふうに分かったりするので、まずはね、偏差値で見ていくっていうのが大事かなというふうに思います。で、もう一個言いたいのが、やっぱり国公立と私立の偏差値は違うよっていうことで、こんなんやったらなんか、まあ、若手 TV さんっていう YouTuber いらっしゃるじゃないですか。で、若手 TV ルールって、国公立でプラス5の偏差値で換算してるんですけども、まさしく吹野斗もあれ結構正しいなっていうふうに思っていまして、なんか何やろうな、めっちゃ漠然とした抽象的な話になんねんけど、国公立って結構やっぱ賢い人多いんですね。吹野斗も後期で入っていましたし、別に広島大学第一志望でも全然なかったんで、正直舐めてたんですよ。どうせ広島大学ぐらいやと思って舐めてたんですけども、入ってみたら吹野斗より賢い人なんかザラにいたんですね。まあ弁当もみんな知ってる通りめちゃくちゃ賢いですし、あとハーバードね、受かってるのに広島大学に来た友達がおったりとか、まあその子もいろんな事情があって今広島大学にね、いたっていうのが実際のとこなんですけども、なんか結構賢い人いっぱいいたりするんですね。っていうことで、国公立はプラス5ぐらいのイメージで本当にいいかなっていうふうに思ったりします。だからまず最初、偏差値で決めてね、っていうのが1個。で、2個目はもうこれも当たり前なんですけども、やっぱ立地ですね。吹野斗出身、まあ大阪なんですけども、大阪、広島、ギリ帰れるなと思ったんですよ。新幹線で言ったら、まあ新大阪からこの東広島までなんで、まあ1時間半、2時間かからんかなぐらいあって、まあ2時間結構耐えてるかなというふうに思って、それでね、広島大学選んだっていうのもあります。で、岡山とか大阪市立も近いんですけども、学問分野が違うな。っていうことで、その偏差値プラス立地で吹野斗は広島大学っていうのに後期決めたんですね。ただそういう風に皆さん決めてくると結構絞れるかなっていう風に思ったりします。
ちょっとこれだけやったらこの動画マジみんな多分ほぼ学びないと思うよ。なので一番ここで伝えたいのが最後あります。ということで何を好きな人がこの動画で伝えたいかって言ったら、問題の相性めっちゃ大事やでっていうことを言いたいです。不況と第一志望の大学めっちゃ行きたかったんですけども、正直オープンとかオープン模試実践模試どっちもあったんですけども、どっちも D と E とかで正直めっちゃ相性悪かったんですね。その大学とマジで問題の相性悪くて、特に数学とか国語とかも全然相性悪かったんですよ。国語なんか比較的得意な方なんですけども、マジで噛み合わせが悪かったんですよね。で実際もやっぱりダメだったっていうことで、問題の相性を見ることはすごくすごく大事になってきます。なので皆様志望大学が決まっているなら、今6月やってまだ時間あるじゃないですか、一回二次試験の赤本見てみてください。で問題解いてみて、これやったらいけそうやなとか、うわこれマジでちょっと同じ偏差値的にはいけそうやけど相性悪いわとかいう風にあったりするんですよね。なのでしっかり問題の相性を確認してみてほしいっていうのはこの動画のね一番の趣旨になっています。そして2つ目です。これも大事になってくるのが傾斜ですね。傾斜配点っていうものです。普通に共通テストプラス二次試験の合計点が、まあ、結果になってくるんですけども、その中でも割合って違いますよね。例えば共通テストの比重が多め、共通テストが 70%、 二次試験が 30% の大学もあれば、例えば東大とか京大やったら1対7、共通テストが1対7、なんかちょっとごめん数学用語あれやけど10何%で、二次試験が80何%みたいな比率も全然あったりするので、その傾斜も大事ですし、もっと細かいとこ見ると二次試験だけでも国語は200点満点、数学は200点満点けど英語は100点満点とか、そういう風な傾斜、その満点の点数も違うかったりするので、センターもねそれこそ全然ちゃうんですよね、傾斜配点っていうのが。なのでその傾斜まで細かいこと見ていったら、かなりね志望大学とか皆さんのね何やろ一番コストパフォーマンスがいい大学っていうのが選べるかなという風に思ったりします。ということでね、不況等から志望大学の決め方でした。志望学部に関してはまた違う動画でもやろうかなというふうに思っているので、ぜひともね、チャンネル登録をしてお待ちください。ということで終わりましょう。バイバーイ。聞こうか、ごっと聞こうか、ごっ。何気ない音が聞こえる。聞こうか、ごっと目を閉じれば、12年の鐘が鳴るよ。不安があったって手を胸に当ててごらんよ。君の投資の数だけ動いた、強く動いた心臓がそこに。想像してよ、20年後君が今君の前に現れて、未来を良くするように願うんだ。君は君のベストヒーロー。泣いたこともくじけたこともあったかもしれないけれど、君というドラマの鑑賞者を熱くエモく震わせるさ。明日の君の任務は、歩幅を5センチ増やして、胸を張って、楽しんで、20年くらいの自分の歴史と自分のドラマを、はい、聞こうか、もっと聞こうか、も成功の予令が鳴るよ。ディンディンダンダン、言われてんどんどん、運命の祭典になる。